ないですまあでも今日は寒かったんですよ。お仕事は寒くてあのこもうあの極寒で <laughs> あの今まで人生で体験した寒さの中で一番寒かった日。 なぐらい寒かった日ですねそうこの間買ったお洋服を着てます猫ちゃん <laughs> マジでね寒かった顔真っ赤メイク取れたんだと思う多分どっち 寒くない今ちょっとある場所にねお仕事で行ったんですけど寒すぎて寒すぎてメイクですね今日は赤いね何でそんなみんな今日ほっぺ赤いって言うの赤いいつもこんぐらいじゃない 寒かったのは事実。今は寒くない。おうちだから。そう、寒いところに行ったんですよ。あと、今日は、なんとなんと、なんとなんと、<laughs> 4時起きです。イェイ 4時起きです。イェイもういいね。5時ぐらいから寒いとこにね、1日いたの。そりゃ顔も赤くなるよ。<laughs> 今はね、あったかいんだけどね。なんか赤くなってるかも。今日は4時起き、朝の。朝の4時起きです。もう朝というか夜中ですね。もう、私がいつも寝る時間ですね。 早って思うじゃないですか。でありのことだからオールしたんじゃないかなって思うと思うんですけどなんと水野さん23時には寝ましたお風呂も入ってなんかもう全部スキンケアもして全部ね終わらせて終わらして。終わらして 23時には寝てだから結構寝た6時間ぐらい寝た気がするそうだからなんか別に寝れたのよそうなんか12時間しか寝れてないみたいな感じじゃないから全然ね眠さはねなかった眠くはなかっただけどもう寒すぎてほんとに死ぬかと思った 何回かねなんかもう寒さも感じなくなった瞬間があった <laughs> 寒すぎてそう半袖しかも半袖だったの半袖で一日撮影してたから外でもう死ぬかと思った マジで寒かったそう麻痺してえマジ今ならピアスバチバチに開けれるんじゃないって思ってたずっと <laughs> 寒すぎてもう何か感覚なさすぎてでもうピアス開けれるわみたいな思ってたもうね長丁場の撮影でしたね <laughs> バチバチは困るあれピアス開いてそうに見えるでしょでも開いてないんですゼロー開けたーいピアス開けたいとは思っているが全然開けでもねイヤリング痛いんだマジずっとつけてると痛くて痛くてしかも取れちゃうからさイヤリングすぐ踊ってたら で取れないように一番強いのにしてたら痛い痛くなっちゃうしだから一個ぐらいはね開けてもいいんじゃないかなって思うんですけどなかなか開ける勇気がなく <laughs> そう開けれていませんスタピならいいよ逆に なんかね、ピアス開けるよりね、ピアス、あの、イヤリングつけてる方が痛いんだよね。ミオマるに聞いてみよう。え、ミオ開いてんのミオ開いてるんですかマジもう開けようかな。開けたいんだけど開けれない。でも開けるなら冬ですよね。冬の方がいいんですよね。 衣装でさイヤリングつけるからさあれ普通にあんま休みの日とかはあんまつけないんだけど衣装でつけないといけないからさ耳愛した方がいいのかなと思ったり痛いんだよね開いてるんだえー、開けちゃおうかねイヤーカフェとかいや衣装 でイヤーリングだから衣装でイヤーカフは使わないのでそうそうなんですよでもあいのダメなところは多分一個開けるとバチバチになりそうなんで <laughs> <laughs> そうなんか逆にもうね開けない方がねそう開け出したら多分止まらんのよ だからあの開けないか開けるかっていう極端極端でね極端人間なんですよ0100なんです水野は。だからそう 衣装でピアスもあるのあるあるそうなんですよねなんでそんな不評不評なのな、まあ、軟骨は開けるとするじゃんでも下はぜ下ピアは絶対開けないだって歌下手になる滑舌悪くなっちゃう そうあとへそピとか顔にしてるピアスも引かれないするなら耳しか聞かれない絶対したくないけど耳は普通に痛いから開けたいそれかアリが考えてるのは髪の毛耳かけをするのでこっち。 かけするんですよでだいあんまり別にそんな滅多に右は耳を出さないので右をバッチバチにして左一個にしようかなみたいなんか両方バチバチっていうよりは片耳だけバッチバチでチラッて見える時にバチバチみたい やめてって言われた <laughs>。まあ好き嫌い分かれますよね。でもピアスに穴が、じゃ耳に穴が開いてるだけですよ。嫌ですかまあ、反、受けは悪いですよね。分かっています <laughs>。分かっています。 と思いますがまあ穴はふさぎますからね両方バチバチにすればいいのにいや両方したいけどなんか嫌な人嫌じゃんなんかどうせ開けるんだったらいっぱい開きたいんだよね そうもうも大人なのよ私大人なんですよだから別にいいかなって黙って去りますピアス開けただけで下がるさん去るんですかそれは水野愛のことを好きではないですね ピアス中ピアス中まあ開けるとは言ってないのでまあこんなこと言いつつ多分きっとあれは開けないです分かんないです開けるか開けないか分かりません開けたい開けたいって言ってねもうねもう時間が過ぎていくんですよどん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 。 まあピアス開けただけで消えちゃう人はいらないので、バイバイって感じ。だけど、まあ、それでも好きだよって、アイリーの、アイリーが、まあ、アイリーっていう人間は中身は変わるわけじゃないし、急にピアスを開けたからといってロックになるわけでもないので、え <laughs> 中身は変わらないし、それでもアイリーが好きだよって人は、もう、ラブ。 キュン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 って感じです <laughs> って感じですねまあでもアイドルがピアスバッチバチなのはまあ嫌なのも分かる分かるんだけどねアイドルも黒髪中だしねアイドルは黒髪であるべきとかいう あれも分かるし推しメンがピアスを開けた時あれって思ったこともあるだけど一人の女の子として好きにするのもいいんじゃないかなとは思うしまあみんなの意見も分かりますが中身は変わるわけではないのでもともとこういう人間なんですよっていう。 ことですねえまあ難しいですよねメンバーの気持ちも分かるしファンの気持ちも分かるから悩んでいますねどうしようかな喋り方うざくね今日水の <laughs> 普通にするわえー、ちょっと待ってオラインの方があっ LINE 上がった ツイッターの通知だった <laughs> ピアス開けるのが嫌な人はマジでアリのことぶ分ね押すのやめた方がいいわなんかわかんないそんだけで今後ピアス開けるわけないはわかんないけどまあ多分そんだけでいなくなる人は多分アリのやり方に多分全部ついていけない気がするから うんやった方がいいわと思いますけど誰の通知取ってるの自分の通知です自分のことをフォローしとかねいろんな人がしてくれると通知が来るようになってるんですよ <laughs> そうでまあ飽きるか飽きないかは分からんまあどっちの水野になっても応援してくれる人はもう 心の底から愛していきたいと思いますので、鼻じゃなかったら絶対にやんないよ鼻は牛じゃん牛。てから開けるかわかんないしね。多分開けない。<laughs> なんかね普通に開けるのめんどくさいんだよね。 開けたいっていうなんかピアスってさなんか計画的にこの日の何日に開きに行こうって決めれないんだよね突発的にあっやばい今ピアス開けたいみたいな思う時があるだけでそれの時を瞬間を我慢すればもうピアスのことなんて忘れちゃうんだよね分かりますか突発的に思うだけなの結局,結局ね 開け,れない開けてないのいつもそうやってやってそうなんですよね 今日は24時までしか配信できないのであとちょっとしたら終わりなんですけど来てくれてありがとうございますお願す一回開けてみたらはもうダメだよそれはそれはもう怖いからねえー、そう明日 起きれるかな明日はね早くないんですけどシンプルにちょっともう疲れた <laughs> なんかさ寒いところにプラス無駄にめっちゃ早起きの時ってさ大したことしてなくてもさなんか疲ればいいみたいな分かりますかねでもお風呂に入りたくて早くうん早くお風呂に入りたい足も痛いし 足のひらが痛い靴が合わなかったのかなひらが痛いずっと外でそうずっと外ずっと外ずっと外で半袖で足出してたもうね だってマイナス1度だったのえぐないマイナス1度 <laughs> 5時朝の5時ぐらいから何時ぐらいまでやったかなずーっとで <laughs> その後はあはは炎のと 焼き肉行ってご飯食べてきた <laughs> ご褒美って言ってそう食べてきて今帰ってきたでも何かさ今日多分疲れすぎて頭おかしくてそう頭がおかしくてさ <laughs> 何でも笑えちゃったっていうな何何何かもう もう終わってさ、ほっとしてさ、もうなんか終わったみたいになって、焼肉屋さんで、ね、なんか、店員さんがね、えなんかコースみたいなのを頼んだの。で、なんか店員さんが最後のデザートで、なんか、ゆずシャーベットを持ってきてくれたんですよでゆず。ゆずシャーベットを持ってきてくれて、で、それでね、こちら、デザートのクッパになりますって言ってたの。言ってきたの。 でアリの認識ではゆずシャーベットはクッパじゃなくてアイスっていう認識だったからもう面白すぎてクッパみたいな <laughs> 日本のともう大爆笑しててもうお腹がちぎれるんじゃないかってぐらいもうねこの世で一番笑ったぐらい笑ってもう本当に笑っちゃって多分うちら疲れてるわみたいな。 <laughs> もう何でもも笑えるみたいなもう店員さんの前で大爆笑してでも店員さんもなんかすん「これはもうクッパです」みたいな感じでもうなんかのの乗ってきて「すいませんこれはちょっとすいません」とか言って悪いたちが笑いすぎてるからもう「すいませんこれはクッパです」とか言って乗り <laughs> 乗ってきてさもうもうもう永遠ずっと笑ってたもうずーっと笑ってた。 面白かったんだよクッパみたいなえなんかそのアイスの前に最後の締めでクッパが出てたのでクッパをアーリーが食べてる途中にデザートを持ってきてくれたんだよねで多分アーリーが食べてるクッパに目がいっちゃったんだと思うのじゃあこちらクッパになりますこちらデザートのクッパになりますってゆずしゃべっておきに来てうわーみたいなもう。 もう,しもう無理無理無理みたいなもう無理みたいな本当にねねえ当に面白かった本当に面白かったのこれはもうねでも何か伝わらんと思うもうその時にいてもいたらもうみんなもう大爆笑だったと思うよ本当に面白かった本当に面白かったの本当に 本当に面白かったんですよもういろんなことがあって今日は一日あそうあとそう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 なんかねあの今日携帯を落としたんですよ携帯をで結構頑丈なケースにね入ってたのでもう力ずくで取っても取れないぐらいのちゃんとしたもうがっつりとしたケースに携帯を入れて携帯カバーを使ってたんだけど なんかめっちゃ急いでてでキャリーバッグもね引いてたからなんかゴロゴロゴいう音と走ってるので多分携帯落ちたのにあ意味気づかなくてで,で今日一日撮影でもう,もう出発しないと間に合わなかったからそのなんかもうとりあえず仕事行ったのそのままでホテルのなんかロビーの人に。 あのー、見つかったら連絡してくださいって言って仕事行ったんですよ。そうで結局、まあ、結局結構遠いところの警察署に届いててそうでよかったって思ったんですけど <laughs> あのね面白,面白くないんだけどちょっとびっくりした話なんだけど携帯は返ってきたの。<laughs> でも 携帯ケースしかもボロッボロの,もうあの割れててあのこう折りたたみ式なんだけど割れてるからもう蓋が取れてんの取れても別々になるぐらい壊れてるのね <laughs> でバッキバキでそうで私アーヤとのプリマステラの MV の時に撮ったプリクラあプリクラじゃないチェキとあのメンバーと撮ったプリクラをケースに入れてたの。 挟んでてで携帯を届いたんですけどカバーが消えたのカバーがねカバーだけ取られてたの謎にそうねカバーだけ取られててでもケースちょ携帯は戻ってきたからまあいいかって思って思ったんだけど謎にチェキとプリクラ取られたんだよね <laughs> で取られたのかまあわかんないどういう経緯でなんかケースがなくなったのかわかんないんだけどでも絶対落としただけじゃ ケースから外れることなんて絶対にないのなのにあの本体は帰ってきて携帯のケースだけ消えたんですよど,どこ行ったんですかねっていう話フフ <laughs> いやマ、ま、どこ行ったんだろう <laughs> そうでなんか警察の人もなんかその届けてくれた人はめっちゃなんか 俺も大丈夫ですみたいな感じだったしみたいな感じでさまあでも届けてくれるのはありがたいけどみたいななぜケースがないみたいななぜで結構さお気になったのあのチェキなんかあやがと一緒に撮ってくれたチェキめっちゃお気になったのにチェキ撮られたと思って悲しかった地味に。 でもさなんかケースついてないさああ携帯さ持ってるのが違和感すぎてもう早くケース買おうって思ったいやもしかしたらその届けてくれた人の前にの人がもしアリの携帯を見つけて携帯だけ取って道にまた携帯を本体だけを置いて去ったかもしれないしもうわかんないんだけど なぜかケースがないの <laughs> なぜみたいな何なんだろうねマジスマホ落としただけなのに始まりそうなんだけど大丈夫そう <laughs> 大丈夫そう俺 <laughs> は世の中にね1個しかないチェキだったんでね悲しかったな あめっちゃ漏れてたし燃れてたし悲しがあったんですよケースもなくなった、ね、そんなことありますケースだけないってね逆はあるかなと思ったんだけどさ別にケースもさなんかそのいいブランドのケースとかじゃないのよもうバッキバキのもうぶっ壊れてるケースなのいるみたいな <laughs> それだけ取れないことありますかみたいなでもだから 前の解釈としてはもうここに映ってるチェキの子がかわいすぎてもう持って帰っちゃったのかなっていうことにしてる <laughs> もうそういうことにしてるもうねもうやばい本当にもうそれだと思って <laughs> まあいいよケース返して携携帯返してくれたならチェなんてあげるよもうチ <laughs> ェなんてあげるけどさ <laughs> っていうもう一日だったで今日一日携帯なく何あの写真も撮れずに写真撮れなくて いろんなメンバーの携帯借りて写真撮ったりしてたんだけどもうね本当に本当にね大変です大変でしたいやマジネタだよねもうネタネタです <laughs> ネタにしかできんもうこの話は っていうもう朝早いし時間なくてね走ったら多分落ちちゃったんだよねまあこの中にあるの席を取った人がいるなら返してください <laughs> あのあの劇場に送っといてくださいはい オークションに売らないでくださいなオークションにも売ってもいいよ特定できるしむしろつじつまが合うわなんか知ってる人に行き届いてるならまだいいわっていうかもうなんか知らないただのおっさんとかに何かなんか,なんか行,き行き渡ってた方が怖いからなんかファンの人に行き渡ってんならまだいいやとは思えるうん まだね怖くない女の子のさチェ,キチェキをさそのまま取る取るおじさんめっちゃキモくない SK のファンの人ならもういいよもらっても,うもらっていいけどって感じ教えてみたいな <laughs> 僕拾いましたって教えてほしい画像検索してたら怖い画像検索も何もそのチェキは世に出てないチェキなので見つけれなくない 女の子女の子がいるの本人の携帯と分かって言ってためっちゃ怖いこと言うじゃん なんかデータだけ抜き取ってチェキはもらわれるみたいな怖すぎスマホを落としただけなのに始まっちゃうって事件始まっちゃうって まあでもうそろそろ配信終わらなきゃいけないお風呂入ろうもう早く入りたいお風呂にお風呂入りたいお風呂お風呂お風呂 今日は入浴剤を使おうと思いますお風呂に入りますみんなお風呂入った男の人ってさ、お風呂好きだよねそのイメージある、なんか っって思ったんだけどさ、何で男の人がお風呂好きで女の人はさお風呂めんどくさがりな人が多いのかってさ髪の毛に表れてるんだよね髪の毛がさみんな短いじゃん男の人って大体だからさ楽なんだろうなって思うでもね <coughs> でもね女の人はねスキンケアもしなきゃいけないしねまあ男の人もスキンケアするかなんか髪の毛がまずかわな,なんか長い人とかねもう乾かないのよ いろいろやることがあるのです女子はなんでお風呂は嫌いなのそう髪のスキンケアもしないといけないしトリートメントつけてお風呂から出てもトリートメントをつけて保湿して髪を乾かすという時間が本当に本当に大変なのですだってあれ髪の毛短いのに大変だもん 量が多いからそうあれねお風呂し入るのは好きなんだけどね出るのが本当に嫌なの出た後がもうめんどくさいってなっちゃうそうなんですよねっていうのと普通に単純にお風呂好きなイメージがある男の人は。 ね。お風呂入ってくるよ。でも今日はもう寒すぎてお風呂に入りたいの。珍しく。もうお風呂に入りたくてたまらない。もうたまらない。<laughs> お風呂入ろう。なんでもお風呂沸かす沸かしてないや。沸かさなきゃ。沸かしてる時間が一番もう早く入りたいってなる。 見ては早く入れた席って涙目になんてってきた席というか習慣な気がするまあそりゃそうえ違うよ一日に2回入る人とかいるじゃんたまにパパとかパパとかパパとか。

マリはね朝風呂がしたいんだ絶対朝風呂朝風呂しか勝たん朝風呂をする日としない日はもう全然違います朝風呂をすると一日のやる気が出ますし朝風呂をすると前髪がオイルになりませんうん だってね夜に入るとねでもねあれ今日ね朝風呂できなかったんださすがに4時起きだったからさ4時起きだったからもうん,なんかおっきいの嫌だなと思ってさすがに夜入ったそう朝は入らなかったじゃあみんなおやすみだねまたねみんなバイバイおやすみ 来てくれてありがとうゆっくり寝るなよお風呂行ってくるね